皆さんこんにちは、リットです。今回ですね、毎週やっております週刊漫画売れランキングトップ30紹介したいと思います。というわけで、今回紹介する期間は今年の4月10日から16日までの1週間にトップ30ということで、いつもより30が自分の紹介していきたいと思います。というところですね。今回に関しては、コナンのね、最新刊とかも、発売されてまして、映画はこのままだともう興行収入100億はもう通過点になるんじゃないかとね、言われてまして、僕ね、黒飼いのサンマリン見に行って感想とかも上げさせていただいたところですけれどもね、その売り上げどうなっているのかとかね、大注目。今ね、もう人気がもう止まらないと、もうね、とどまるところを知らない推しの子、原作の売り上げ、まあね、やっぱスパイファミリーですとか、東京リベンジャーズとか、呪術廻戦とか、前期言ったブルーロックなんかがですね、やっぱアニメで大爆発したことによって、原作ももうめちゃくちゃ売れてた。鬼滅もやっぱそうなんですよね。アニメ効果で一気にやっぱ、部数が伸びたっていう作品なんですけど、じゃあ推しの子はどうなるのかというところでね、まだね、放送が始まって、1話後の反響という感じになってくるかなと思いますけどね、はい。ランキング入ってくるのか、どうなのか、その辺もね、また、お楽しみに。ご覧いただけたらなと思います。はい、ではですね、まず30行の紹介していきます。ではまず30です。30位、極楽街2巻という、これ、ね、こちら 13,361 部入れまして、累計で 53,12 部という、これ結構ね、気になってる作品です。はい、では次29位です。29位、岸辺露伴ルーブルへ行くという、こうね、こちら 13,506 部入れまして、累計で 52,322 部となってます。では28位です。28位、ウソコン12巻という、こうね、こちら初動 13,741 部となってます。では次27位です。27位、強がりオメガは僕らの番3巻という、こうね、こちら初動 14,383 部となっております。では次26位です。26位、セイントセイヤネクストディメンション、冥王神話、14巻ですね、こちら 15,701 部入れます。累計で 28,571 部となっております。では次25位です。25位、嫁入りのすすめ3巻という、こうね、こちら初動 16,267 部となってます。では次24位です。24位、そのビスクゴールは恋をする10巻、規制超えですね、16,833 部入れまして、累計で236,062部という、ね、4週連続ランクインという形ですかね。はい、では23位です。23位、マッシュル16巻という、こうね、16,845 部入れまして、累計で65,779 部という、こうね、マッシュルもね、今絶賛アニメ放送中というので、まだアニメ効果は、ね、出てきてないのかなと思いつつ、そもそも人気が大丈夫なのかという感じですけどもね、23位となっております。はい、では次22位です。22位、桃源暗記14巻という、こうね、こちら17,381 部入れまして、累計で31,551 部となっております。では次21位です。21位、来ました、推しの子の最新刊ですね。11巻が 17,412 部売れまして、累計で 145,506 部というところでね、発売、5週目ながらね、21位に入ってきたというところでね、これはどうなのかという感じですけどね、ひとまず21位に入ってきます。はい、では次第20位です。20位、弱虫ペダル83巻という、こちら 17,636 部売れまして、累計 36,135 部売れております。では次19位です。19位、フェアリーテイル100イヤーズクエスト14巻、こちら初動じゃないよ、18,004部売れまして、累計で 32,841 部となっております。では次18位です。18位、坂本デイズ11巻という、こうね、こちら 19,618 部売れまして、累計で 92,251 部という、こうね、坂本デイズもね、非常に売れております。はい。売れてるけどね、もっと欲しいっていうのは、ね、前回見た通りですけどね。はい。では次17位です。17位、シンクロ走る、13巻という、こうね、こちら初動25,56部となっております。では続いて16位です。16位、ブルロックエピソード投げ2巻ですね、エピ投げの方がですね、こちら 21,138 部入れまして、累計で、15,5686 部という、こうね、推しの子と同じく5週目でね、ブルロックもやっぱね、アニメも絶大的な効果でめちゃくちゃ売れましたけれどもね、
まあ、ようやくね、まあ、今回のランキング見ても落ち着いてるように見えますけど、ね、今のところね、はい。っていう中で、まあ、そんなきゃ劇場版も決まって、僕も単行本買うつもりですけれども、まあ、やっぱ売り上げね、必然と伸びるんじゃないかなと。で、映画公開でまたね、多分映画が始まったらもっとまたね、伸びるんじゃないかなっていう感じがしてます。はい。では次15位です、15位。ワンピース105巻という、こうね、こちら21,146部ありまして、累計で1,695,555部というね、さすがすぎますね、これはね。ワンピースはもうエグすぎるんですけど、15位となってます。では次第10位です、14位。転生した大聖女は聖女であることをひた隠す A Tale of the Great Saint 八巻という子はね、初動21,258部となっております。はい、では次13位です。13位、王様ランキング16巻という子ね、初動21,502部という子はね、やっぱあんだけ、まあ、ヒットもしたと思うんですけど、やっぱ初動寂しいですよね。21,502部、今ね、勇気の宝箱ってやつね、正直あれを見るんだったらまず一気見てくれと、一気見てくれと、思うんですが、まあ、ちょっと正直不安ですね。結構起きるかもしれないなと思って、かなり薄味だった2話のストーリーが、まあ、正直不安結構あります。はい。で、やつ12です、12。ウィンドブレーカー11巻という子ね、こちら23,874部ありまして、累計で44,441部と、なってます。ウィンドブレーカーはね、クローバーワークスさんの何故か決まってるというところね、楽しみなところでございます。はい。では次11位です、11位。呪術廻戦22巻という子ね、24,779部ありまして、累計で123,560部というね、呪術廻戦盛り上がってきたんじゃないですか。いや、盛り上がってきましたね、これはね。画前読むのが楽しみになってきたかなというところですね。まあ、アニメ2期もね、だんだん近づいてきてますね。本当楽しみでございます。では、ここからトップ10入ってきます。第10位です、第10位。かわいいだけじゃない式守さん19巻ですね。こちら25,137部売れまして、累計で51,914部と、なっております。では第9位です、第9位。式守さん20巻、これ最終巻ですね。こちら25,189部売れまして、累計で51,997部というところでね、発売2週目ながらトップ10に入ってきて、まあ、今回ちょっと正直レベル低いですよね。25,000部とかでこのトップ10はなかなか入れないですよ、基本的には。はい、っていうところです。では次第8位です、第8位。グランブル20巻という子ね、こちら34,340部売れまして、累計で102,385部と、早くもね10万部売れ超えてきました。はい、では次第7位です、第7位。ブルーロック23巻という子ね、37,059部ありまして、累計で36,3187部という子ね、さすが最新刊でまだまだランキング入ってきてますし、めちゃくちゃ売れてます。では第6位です、第6位。合コンに行ったら女がいなかった話5巻という子ね、なんて話だ。はい、初動38,194部と、よく売れてますねこれね。はい、6位になってます。では第5位です、第5位。中まで愛して3巻という子ね、初動50,603部ってめちゃくちゃ売れてますね。 BL 作品ですけどめちゃくちゃ人気ですねこれね。はい、5位となってます。はい、では第4位です、第4位。チェンソーマン14巻87,590部の累計で347,773部という子ね、チェンソーはいつになったら人気が決まるのかと、もう制作時でどうなるのかと、なんか毎回生放送やるためにチェンソーマンの話題ってね、みんな好きだなと思ってるんですが、愛されてるチェンソーマンが第4位となってます。はい、ではここはトップスターやってます。第3位です、第3位。金色のガッシュ2、2巻ですね。あ、そういえばガッシュ、そういえば続編やってたんでね、そういえばこれ初動88,459、めちゃ触れてますね、さすがですね。第3位となってます。はい、では第2位です、第2位。スパイファミリー11巻という子はね、こちら21,8464部売れました。累計で879,813部という子はね、スパイファミリーもね、さすが2週目、早くもね、もう次で100万を超えるかっていう、ね、売り上げですけどね、第2位となってます。そして、このスパイファミリー破った第1位、こちらです、第1位。名探偵コナン103巻、今絶賛映画崩壊中、コナンの最新巻が234,758部、第1位でございますというところでね。やっぱね、他の、やっぱワンピースがあまりにすごすぎるちょっと見劣りする感はあるんですけどもね、まあ、とはいえ非常に103巻でこんだけ売れてるのもとんでもないけど、というのは間違いないかなと思いますしね、まあ、このまま映画ついに悲願の100億いけるぞと
いうところはね、もうその日をね、もう待ちわびてますけど、すでにもう50億とか行ってんのかな。うん、っていうところは、もうペース的に150億とか行くペースらしいんで、やっぱ愛ちゃんしか勝たんというところなんですけどね。まあこうやって最新刊も売れて、まあ、ついにね、コナンも本当、最終章というか、まあ最終章って言い方おかしいんだけど、どんどんやっぱ完結に近づいてる感じはあるんでね。はい、もんと読むのも、原作も楽しみだし、映画もね、見に行った人はぜひね、ご覧いただけたらなと思います。はい、というところでね、いつもはこれで終わるんですがね、皆さんね、お母さんの言ってた推しの子がね、最新刊しか入ってねえじゃねえかと、21位かとね、アニメ効果はそんななかったんですかねと、まだこれからですかねと思われた方いらっしゃると思うんですけど、これ実はですね、これトップ30じゃないですか、オリコンでランキングこれ50位まで見れるんですけど、めっちゃ入ってます。実はめちゃくちゃ入ってて、49位、48位、47位、44位、42位、39位、38位、33位というところね、めちゃくちゃ入ってんですよ。もう、期間全部トップ50に入ってるぐらい。2、7、9、6、1。もう全部入ってるかもや。5、4、3回以外か。1、2、3、4、5。え？めちゃくちゃ入ってんな。1、2、3、4、5、6、7、8。もう推しの子全11巻のうちも8巻はね、トップ50には全部ランクインしてて、1万部以上売れてるというところ、来週からガンガントップ30入ってくんじゃねえのっていう状況にね。まあ、来週わかんない。そのレベルの低い週だとトップ30に全部入ってくんじゃないかっていうぐらい売れてますね。だし、この世間の盛り上がりを見ても、これガンガンランキング入ってくるでしょ。売り上げやばいことになりそうだな、っていうね。感じですよね。まあ、ジャンプラで読めるっていうところはありますけどね、スパイファミリーはこんだけ売れてますから、もう推しの子もね、めちゃくちゃ売れるんじゃないかなっていう感じが、してますけどね。まあ、ちょっと今回トップ30に入んなかったんでね、まあ、多分ここまで見てない方はね、推しの子はさすがに入って、まだ、ね、1周目だし入ってこなかったかと思われてると思うんですけど、もうすでにトップ50で見たらもうめちゃくちゃ売れ、もう入ってきてるし、しっかりもう売れてるんですね。期間がもう全部1万部とか売れてるという、これアニメ効果が早くも出てきているかなというところね。まあ来週以降も楽しみですし、まあ今期はもう月刊漫画売り上げとか推しの子が無双するような、形になっていくのかなと思ってますけど、今後どれだけ盛り上がるか、まあ、もしかしたら失速するかもってね、盛り上がりがね、思ってた2話はむしろ加速したぐらいのね、感じですんで、MV の再生数もね、毎日300万ぐらい増えてるし、はい、まあとどまるところを知らないというところでね、まあ引き続き、まあ明日かな、の夜ね、3話やりますけど、めちゃくちゃね、僕自身も原作ファンですけど、本当楽しみだなと。思います。はい、という感じで、今回の週刊漫画売上ランキング、期間の方が4月10日から、4月16日前の、1週間のトップ30の紹介は以上となります。小室崎、ありがとうございました。またね、来週以降も引き続き、週刊漫画売上やっていきます。それ以外もね、まあ漫画売上、月刊漫画売上とか、あと、今月のおすすめ漫画紹介とかね、いろいろやっていきます。また購入品紹介もね、来月ぐらいもしかしたら復活できるかもしれない、うん、っていう状況まで、来てるんで、はい、漫画もだいぶ読み進んでね、今ヤンジャン読んでるんですけど、そうジャンプとマガジンはもう最新話まで追いついてっていうところで、ヤンジャンとあとサンデー、あと細かいところで、ね、マガポケカボガブリ読んでるんでね、あ単行本がもう山積みになってるんで、これ読んでいって、まあ5月中に読めるのかわからんですけど、まあでも確実にこうね追いついてきて、ね、やっぱどれもね読んでなかった新作でも結構面白いのあってね、うん、なんかまたまあこっちのメインで紹介するかまでわからないですけど、紹介できたらなと思ってますし、おすすめ漫画ランキングとかもね、それもね上げていったらなと思ってますんで、漫画ファンの方もね、ぜひ、またお楽しみに。これを機にチャンネル登録をします。大変嬉しいです。ということで、今回の動画は以上としていきます。ぜひね、皆さん、怖いランチに対する感想とか、皆さんの一押し作品とかね、紹介しながらフォローもろいよとかあって、ぜひね、コメントいただけますと嬉しいです。ということで、します。ここまでご視聴いただきまして、ありがとうございました。